晴れたので、ここの赤と黒の部分の、切り金を、麻の葉という、模様で埋めていきたいと思います。でまず金箔を切って、で、ひしと三角形を作るところから始めます。でちょっと自分のやりやすいように調整して、こうまずひしをずっと作っていって、で次に横に、線を模様の、手前で止めて、箔を切ります。で大事なことはこの、交差するところがぴっちりと重なってるということが、一番重要なポイントとなります。でこう三角形が積み重なったような模様をこうずっと作っていきます。でずっと全体にするのですが、まずちょっと、どのようにするのかっていうことを、やっていきたいと思います。で、その次にこの三角の真ん中までをずっと全部、渡していきます。真ん中と真ん中をこう。これは、すごく全部に施すと、とても美しく見えるので、私も好きですし、よく使われる模様です。で、この でここで切ってもいいですし、ここでちょっと折ってこう、反対に流す、こういうやり方でも大丈夫です。で、そうですね、模様のとこ
全部この一点にきれいに集まるように、意識して持っていきます。次ちょっとここにこう少し入ってるところはまあ後から仕上げるにして、この延長で線をこうやっていきます。でちょっと膨れたり、してるので、やりにくいんですけれども、同じようにひしを作るイメージで、こんな感じかな。
この模様の中も、線が通ってるという意識でずっと、やっていくと綺麗にできるかなと思います。棒やから、で